年代いくよ。やってもらいました、ここがですね、箱根神社と申しまして、関東の、鎮守大権現様となっておりまして、ですので関東に、お住まいの方はここら辺この神社鎮守様と思って感謝してお参りしてください。その中にあと九頭龍神社というのがありますから、ね、それはまたそれで後ほど行きますのでよろしくお願いします。ちなみにそうです、思い出します、ここはこの花咲くや姫を祀る神社であります。ああ、お咲くや姫なんですね、うん、じゃあ羽衣とかね、羽衣、天女ですね。天女おります。お天女さん、今日は天女の、あ、本当です、ね、帯留めです。あ、素晴らしい、はい、お天女です。ここにも天女が、でもヒール履いてる。ハイヒール、そう、かわいい、かわいい。神社も行きまして、金沢神社ではないですからね。金沢じゃない、三人は金沢神社一緒に行きました。ああ、そうですか。そうです、あのー、そして箱根も来ましたが、どうですか、はい、箱根くずりゅう神社。いや先生どうですか、エネルギーは。めちゃめちゃいいですよ。そういうことですね。小声になっちゃうけどエネルギー半端ないらしいですね。くずりゅう神社めちゃめちゃおすすめです。素晴らしいです。何かサプライズはありますか。あの水をちょっとですね、水をいただいていきます。水をこちらでいただけるので、これが冷水と言いまして、体を浄化してくれる作用があります。あとこういったクリスタル関係ですね、これも浄化してくれます。ファーストシーズンでは金沢では、ね、中に入れましたからね。そうですね、そうです、ね、そういうサプライズだね、うん、今日はじゃあね、あの水をたくさん、水をいただいて、浄化されていきましょうかね。ファーストもちょっと浄化させたいと思います。はい、あ、そうですね、行きましょう。寝る感じ、どこが強いか不思議ですね。眩しくて光り輝いてますね。
2020年も多数の映画出演含めいろいろな願いを叶えていきますね。芸道成就、そうですね。いや芸道成就でございますね、うん、もう日本のコロナは収束しますように。ちなみに美味しいです。2020年の願い事は溶けていく素晴らしいこういうものなんですね。流れ込み溶けていくという、わ素晴らしいものですねこれはね。すごいですね。それでは社長も入れていただいて、はい、すごいですね。なんて書いてあるんでしょうか、ちゃんと読んどきます。はい、わかりました。YouTube レイプロモ TV でした。タレント業頑張っていただきます。はい、触りすぎっす。はい、ありがとうございます。綺麗に、あ、綺麗に溶けてきますね。結構下の方に残っちゃってますからね。すごいですね。もう2年目、今年はいろんな映画に出てくださいね。そうです、頑張りますよ。綺麗な水を入れていきます。フリッパーも粘される。はい、というわけで、はい、一回飲んじゃいという人ですね。そういうことですね。はい、じゃあ入れていきます。すごいですね、こういうことなんですね。はいはいはい、そうですね。はい、きれいに入ります。それそれそれです。山の上だっけ。山の上じゃない。山の上は秘密の神社。石の灯籠があるんだけど、大震災、あの震災でも崩れなかったっていうね。そういう素晴らしい。いいですよ、あそこ。いろいろ知ってますね。そこに立つと全部の神社、お伊勢さんとかね、全部こう、こうやって体を動かすだけで全部巻いていくんで。そうですね、大元の。そうなんすごいですね。ここはすごいですね。おすすめですよ。先生より鳥山さんが説明しちゃった。どうぞどうぞ。水浴びして。水浴びて。よいしょ。どうですか。めっちゃいい景色ですよ今日、ね、すごい晴れてます。晴れてます。ラッキー。小畑を登っております。箱根元宮に向かっております。ね、神社があるんですよね。神社があるんですよ。神様は降り立った神社だけですね。そうなんですよ、すごい神社に、雨のなんちゃらじゃん。TV。 はい。
箱根神社。どうですか、ご覧ください、ね、富士山と鳥居のコラボ。その中にあと九頭龍神社というのがありますけど、それはまたそれで後ほど行きますので、よろしくお願いします。ちなみにそうです、うん、ここはこの花咲くや姫を祀る神社です。あ、お咲くや姫なんですね、うん、何か何かね、何かやってくるのかなと感じつつ、ね、富士山の方へ向かってチャクラを開いています。